ぶっ殺してやるよ。いつでも行けるよ。やるか。合わせるぜ。どこ見てんの。俺の番か。サポートする。なんだ。かかってこいや。止めんなよ。楽しませてやね。ふん。ああ。かかってきなよ。寝てるわ。楽しませてくれよ。どうしよっかな。やろうぜ。おい、痛めつけてよ。見せてあげる。私の番。かかってこいや。やがれ。どうした。恥かいても知らないから。何ができてる。手加減はなしだ。痛めつけてやんよ。私も狙うか。私の番。ムン。容赦しない。私は癒してあげる。やりますか。やるか。さっさと来い。やろうぜ。脇が甘いな。しつけの時間。調子出てきたぞ。くたびれちゃったよ。しのげるかな。できたんだよ。せや。ムン。私の番。かかってこいや。仕留める。痛いの。飛んでけ。ムン。バッチリ。覚悟できてる。手加減はなしだ。楽しませてやね。使え。ありがとう。どうしよっかな。ムン。ムン。ダーンと邪魔すよ。どうした。痛めつけてやんよ。やるか。どこ見てんの。調子出てきたぞ。追撃する。やるか。かかってこいや。私の番。目立っちゃおうかな。まだ勝負はありすぎ。いい感じ。
まだまだ強くなれそうだ。格が上がったね。大人の渋みが出てきたぜ。もしかしてあなたは桐生さんではありませんか？広島の尾道でお会いしませんでしたか？一緒に戦ってくれましたよね。だいぶ雰囲気が変わったようで今まで気づきませんでした。すみません。あいにくだが人違いだ。俺は桐生って名前じゃない。そうですか。でもだとしたら不思議です。何が不思議なんだ。私が過去の食材をしていると言ったら根拠もないのにすぐ信じてくれましたよね。口先だけと疑われても仕方のない状況です。なんせ私は詐欺師として刑に服した前科者ですから。でももしあなたが桐生さんだったら私の言葉を信じてくれたのも合点がいきます。広島では共に戦い私の背中を押してくれた桐生さんのおかげで私は今日までブレずにいられた。ほら覚えてませんか、桐生さん。あなたが別れ際に私にかけてくれた言葉。悪いな無難長鈴木さん、やっぱり人違いだ。俺はもう行くよ。ねえ桐生さん、お願いしますよ。やっぱり桐生さんなんでしょ。こんなところでまたあなたと会えたのはきっと何か天のお導きですよ。あなたの目から今の私を見てどうでした。私はちゃんと罪を償えていると思いますか。もし神様ってのが本当にいるとしたら。犯した罪とまっすぐ向き合う人間を悪いようにはしねえはずだ。やっぱり桐生さんじゃないですか。それが以前別れ際にあなたがくれた言葉ですよ。頑張れよ無難長鈴木。悪いな今の俺にはこれが精一杯なんだ。懐かしいな。すかした顔したやつだな。すみません。でかい船だな。船でゆっくり旅行ってのも楽しそうだ。私一度船が出航するときにやるテープ投げしてみたいんだよね。そういえば見たことあるな。
あれは船に乗る方が投げるのか。そうそう、船出の時の別れの握手を意味するんだって。情緒あるっていうか、ちょっとロマンチックじゃない。俺あれ投げるの得意だぜ。コツがあるんだよ。へえ、ちょっと意外。コツって何？紙テープの端をな、利き手じゃない方で持って軽く潰すんだ。そして中指と人差し指をピンと伸ばして縦にまっすぐ投げる。気持ち上向きだとさらに飛距離が増すぜ。なるほどな。何にでもコツってもんはあるもんだ。実はなんちゃん船旅が趣味だったり。いや、一回も行ったことねえ。え、いつか行きたいと思って練習してたんだが、金がなくてな、紙テープ投げるのが上手いだけの男になっちまったよ。反応に困るわ。じゃあいつかみんなで旅行しようよ。船でまったり世界旅行とか。その時にもう一回今の投げ方教えてよ。今のよく聞いてなかったからさ。よろしく、難波先生。たく仕方ねえな。俺の指導は厳しいぜ。楽しみが増えちまったな。ここのワゴン販売は野菜も売ってるんだな。そうそう、俺も結構買いに来るよ。ここはいい野菜が多いからね。新鮮ってことか。それもあるけど、例えばアスパラは穂先が閉じて太さが均一なもの、大根はずっしり重くて毛穴が少ないものとか、そういうの。なるほど、さすが料理人だ。よしあしにも詳しいんだな。まあめっちゃ吟味して買ってるから顔を覚えられちゃったけどね。お前の場合は一回買いに来ただけでも覚えられそうだがな。それ褒めてる？よし、絆が深まったぜ。そうだ、後で薬屋行って床クリーナー買わないと。大掃除でもするのか。いや、うち中華料理屋じゃん。どうしても床滑りやすくなるから。ああ、まあ妙に滑りやすい床のラーメン屋とか結構あるな。俺あれ許せないんだよね。一回両手に料理持って運ぶとき滑ってこけそうになってさ、3回転半ジャンプで何とか持ち直したんだけど、あれ以来絶対に店の床は綺麗にし続けようと誓ったよ。こけて料理を無駄にするわけにはいかないからね。なんか想像してた理由とちょっと違ったが、まあ結果的に清潔で歩きやすい店になるのはいいことだな。それよりお前の料理両手持ちトリプルアクセルを見たかったぜ。いい感じだ。よく分かってきた。お、バーチャファイターあるじゃん。蝶は格闘ゲームも好きなのか。まあね、特にこのバーチャは当時子供ながらにやり込んだよ。ほう、それじゃあゲーセンでは敵なしだっただろう。いや、そうでもないんだよ。ドリキャスでやり込んでたからコントローラーで慣れちゃってね。アーケードのスティックじゃ全然勝手が違うからボロ負け。アーケードスティックをゲームと一緒に買えばと後悔したよ。それ以来武器や道具は常に本番を想定して用意することにしたんだ。何が人生の教訓となるか分からねえもんだな。よし、絆が深まったぜ。
いつでも戦うぞ。肉まん屋の前にいた男女、こっち見て叫んでたけど、何言ってたんだろう。呼び込みだったんじゃない？おいしいよ、食べてって、みたいな。ああ、そっちか。品切れだ、ごめんよって感じかと思ってた。確かに声大きかったし、その線もあるわね。なあ、あの二人、なんて言ってたんだよ、ジョー。何ジロジロ見てんのよ、ぶん殴るわよ。え、ぶっ殺すぞ、おっさんども。ただのチンピラだと思うよ、あいつら。俺たち平和ボケしてたのかな。そうね、もっと人を疑わないといけないのかも。人間不信にさせてしまった。